さあ今日は沖縄料理で優勝していきましょう。沖縄、埼玉、野球、いましね。謎の筒が開始早々勝手に自滅しないでください。ではまずラフテを作っていきましょう。先輩、豚の角煮とラフテって何が違うんですか？いろいろあるけど、一番の違いは皮付きの豚肉を使うことだね。そんなわけで、皮付きの豚肉をブロック状に切っていきます。アグー豚、知らない品種ですね。いい加減埼玉西部ネタやめなさい。切ったら、これを水から茹でていきましょう。沸いたらクを取り、このまま1時間ほど弱火でコトコト茹でて柔らかくしていきます。1時間後茹でました。ではここにザラメとお酒を加えます。本来はお酒の代わりに泡盛を使うらしいですね。お酒に比べて味がさっぱりするそうです。さらに醤油とポン出汁を加えたら、落とし蓋をしてさらに弱火で1時間煮込んでいきましょう。1時間後煮込みました。もう美味しそうですね。では仕上げにもう一回醤油とみりんを加え、さらに30分ほど煮込んでいきましょう。30分後煮込みました。これでラフテンの完成です。皮付きの豚肉を煮込んだのでゼラチン質がよく出ていますね。ではもう一品、ゴーヤチャンプルーを作りましょう。ちなみにチャンプルーとは混ぜこぜという意味ですね。まず豆腐の水切りをします。木綿豆腐をペーパーで巻き巻き巻き散して600ワットのレンジで3分間チンします。チンしました。これで水切りの完了です。次に具材の準備をしましょう。最初にゴーヤです。やっぱりビル状に似てるな。ではゴーヤは半分に割り、グレープフルーツをすくわれで綿を取ったらスライスしていきましょう。これでゴーヤの準備の完了です。水にさらして苦味を抜いてもいいのですが、私たちは苦いのが好きなのでさらさずにいきます。次に豆腐、これは大きめに切ります。さらにスパム、今回お肉はスパムを使おうと思います。先輩、スパムってどんなお肉でしたっけ？スパムは腸詰めしてないソーセージのことで、昼食に適用されることが多いことからランチョンミートと呼ばれているね。ではスパムは一口大に切っていきましょう。これで具材の準備の完了です。それでは具材を炒めていきます。チャンプルしましょう。フライパンに油を引き、豆腐を入れ焼き目をつけるように焼いていきます。焼き目がついたらスパムとゴーヤを加え、さらに本だしを入れ、ゴーヤに火を通すよう炒めていきます。この時豆腐が崩れちゃっても大丈夫です。ゴーヤに火が入ったら溶き卵2つ分と醤油を入れ軽く炒めたらゴーヤチャンプルーの完成です。最後に盛り付けです。ゴーヤチャンプルーをお皿に盛り、ここに鰹節を散らします。さらにラフテンも盛り付けたらできました。つむぎちゃん特製沖縄料理セットです。箸休めに沖縄産のピーマンも添えときました。さあ食べましょう。では食べましょう。いただきます。まずはゴーヤチャンプルーから。パク、うん、おいしい。苦くてシャキシャキのゴーヤとしょっぱいスパム、そしてまろやかな豆腐のバランスがたまらないね。本出汁がうまく味をまとめています。やはりリュウジさんは偉大ですね。これはビールがよく合うね。沖縄料理なのにビールは札幌なのか。では次にラフテをいただきましょう。パク、おいしい。お肉と脂身のバランスがいいね。味もよく染みているよ。皮付きの豚肉を使ったせいか、タレの舌触りが滑らかですね。お肉にもよく絡んでいます。あ、辛すぎるの忘れてました。パク、おいしい。甘辛いラフテとツンとくる辛子の相性は最高ですね。これはお酒によく合います。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。暑さが本格化する今日この頃、沖縄料理で夏を満喫するのはいかがでしょうか。はい、それでは今回の動画はここで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。